いや、筋肉痛がやばいんですよ、今。めちゃくちゃ。筋肉痛。そう、そう。まあ、頑張りすぎたんですか。いや、なんだろうね。なんか、頑張らなくても、多分こうなっちゃったと思うんだけど、うん、あの、まあ、運動会あったんじゃないですか、僕の方。そうね、散々話をしてたね。そう。ハロウィンのねそ。そう、そう。まあ、昨日いろいろ話したんですけど、まあ、はい、あのハロ、ハロウィン運動会に行ってきて、 で、運動会だから、ね、からまあ、あのー、もちろん運動はするんですけど、あので、僕、最近全然運動してないんで、多分、もう、それそのせいで、めちゃくちゃ筋肉、<ー>もう、少しだけ動いても、多分、筋肉痛ぐらいになるぐらいの、こう、運動のなさ。あそうですね。すねまあ、お日々なんでしたっけ 足首かなんか怪我するまでバスケットボールはやってたじゃないですか、一時期。そうそう,そう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 、捻挫する前ま,までにずっとこう、ねうん、バスケットボールそれやめちゃってからね、運動の話はしてないですからね。そう、まあなんか怖かった部分とかも全然あったのと、で、あのその前にあった習慣もちょっとなくなったっていうのもあるので。そうねで。仕事もそうだよね、基本座ってるの。 そう、それもあるし、仕事自体も、うん、あの忙しくなったりとかもあったし、そうね、まあね、いろいろこう、要因があったんですけど、まあ、ようやくちょっと、運動できたり、運動、はい、うん<え>、うん、してたんですけど、まあ、運動会だったらね、勝ちたいから頑張るでしょう。そう、そうなんですよ。それはなんか、あの結構、同心のもに,に変えるんですよ。そ,のそうだねあの。まあ、廃校だったんで、小学校、うん、あ<ー>止まる。 会、うん、イベントだったので同、うん、心にちょっと書いてそれで余計に同心にるある要因の一つはみんな仮装してるからちょっと違ういつもと違う格好でなんかもう少しこう羽を外してもいいっていう感じもありましたね。結局何を着たんですか 知りたいですよね。知りたいですよね。うん。まあ、ようやく、あのー、結構ギリギリまで、あのー、なんだろうもん、ちょっといろいろ見回ったんですけど、ギリギリまで、あのー、全然決めれられなくて、で、ほぼ最後の日に、あの、僕と、その、あのー、一緒に行った、あのー、でっかい、あのー、アメリカ人の動機、2メートルのやつなんですけど、 あの、まあ、一緒にドンキホテに行って、じゃあ今日、絶対に決める。もう、もう今日しかないじゃんってなって、あの、いろいろ見てて。え広報がいっぱいあったんですけど、あの、うん、条件、ちょっと僕、前、た多分前回なんかいろいろ条件言ったんじゃないですか。こう、動きやすいとか、あの、ペンキ買わないとか、あね、仮面ではないとか、うんうん、ま、いろいろ条件あったんで、そ,ね、でそもそもちょ、そんなにこう、うん あの高いやつとかにしたくないっていうのもあって、あのなんかシンプルなカジュアルなやつにしたくて、ああうん、であの、奇跡的にあの、まあ、ほぼ1000円でだけで、めっちゃいいコス,コスチュームを見つけてしまって、あのほ<う>であの、プラスあの、その動機とあの、ちょっとペアルックしたかったんですよね、同じような。うんうん やつにして、うん、それで一緒に行ったら、うん、まあインパクトが、うん、よりでかいんじゃないかなっていう考えで行ったんですけど、うんうん、で、あのー、お互いにでかいんでちょっとギャップがいいかと思ってピクミン近いですね、うん、結構結構近いもう本当に結構近いんですよあのー、まあ大きさ的にはでちょっとキャラ的には ちょっとゲスしてみますピクミンじゃないのではない。ゲームではないですね。ピクミン、ピクミンの赤と黄色いや。黄色ロ、紫、紫と、黄色はあったあったんですけど。紫と青だった,だったじゃん。いや。あ、じゃあピクミンの黄色と紫かないや、ピクミンではない。<laughs> ピクミンはもうやめてください。<laughs> <laughs> あ違うの、うん、ピクピンではない。ピクミンじゃないの。のではないです、ね。なんだよ。<laughs> だよピクミンであってほしいか。か、うん。まあ、楽じゃないあ。楽じゃないか。そんなに楽じゃないか。まあ,あの、シンプルなピクミンはできそう。フェイスペイントいるから、ピンピンの場合は。 いやまあしなくてもいいと思うけどねそうなんか顔なんか帽子そしてやばいなぜテレタビーズみたいなあ確かにそしたらテレタビーズそれもあるけどねテレタビーズテレタビーズはもういやだからそうテレタビーズ足りないじゃんメンバー足りないじゃんあそうメンバー足りないじゃん確かに確かにちょっと二人じゃ足りないでかい団体がうんそう二人じゃ足りないでしょうんいやでもまあピクミンじゃないんだったらまあ何でもいいです 何でもいいかじゃあ。はい、もう,どうでも,<の>もうどうでもいいです。ああ、<もう S 1> そっか、うも,いいもう諦めてるか。<laughs> 結局ね、あの、姫、あの、僕ら、ミニオンズで行きましたよ。ああ。すごい、あの、悲しいのよ。 うん、してる、してるようなんですけど、ね。<ー>そうなんですよ。あの、ピック、あの、ピクニジャイ <laughs> ミニオンズの、えっと、まあ、帽子的なやつなんか帽子かぶって、それでなんかミニオンの、あのミニオンズの、あの、なんか、なんだろうね、メガネみたいなか格点じゃないですか。ああ<ー>、それがなんか、ねんね、あのそうそう、ゴーグルを、あのちょうどその、まあ、あのおでこぐらいまでに行って、 で普通に何か普通の帽子として何かかぶって、うん、でそれで何かかぶったら何かちょっとハゲてるように見えるんですけど<ー>普通の帽子で何か、うん、あの結構動きやすいやつでで普通の,あのあ<ー>めちゃくちゃ黄,黄色い T シャツを買ったら、まあ、普通にジーンズとかあの家のやつとかそこはセットじゃないのねセットではない別々でミニオン要素はその頭だけ で、黄色いのあ、いや、でもなんか、本当はオー,バーオ,ーオーバーオールですよね。うん、<の>そうそうそう。でも、そこもめんどくさくて、あのジーンズプラス、黄色いあのシャツでできんじゃねっていうのがあって、あので、2人とも全く同じやつにして。ケチったね。めちゃくちゃケチったけど、あのー信じられ、信じられないぐらい受け良かったんですよ。ケチったけど。 めちゃくちゃよく、もうちょうどいいコスパプラスインパクトであ,のいあったんですけど、プラであの、プラスもう一個のこう要素あったんですけど、あの全部買ってあの、じゃあちょっとドンゲだからお菓子も買ってこようってなって、あ<ー>結構、これの時間めちゃくちゃこうあの面白いやつを買ったりとかしてたんですけど、うんうん、最後の方に急に目に入ったのは、あの ミニオンズの、あのー、なんだろう、ゆ、指に、こう、うん、はめる、あのー、ロリポップみたいな。ああ、指につける、あめね。つける、そうそうそう、あれ、あれ、そう。で、その、形が、あの、小さいなミニオンズだったんですよ。うんはい、はい、はい。で、お互いにそれを、勝って、その、うん、当日に、これをつけながら全イベ全、全イベント、全種目をやったっていう、やったっていうのもあったんですけど。 うん、で、えそれ食べながら。今さすがに、なんか、舐めな,な舐めようかと思ったら、めちゃくちゃ動くし、めちゃくちゃチリが飛んでるから、結構早めにえぐく,くなったんですよね、こう。<laughs> 絶対にな,いな舐めないほうがいいぐらいのそうだ、ね。雨だからベタベタしてるからね、ひ,そ<う>ひっつくじゃん、あの、ほこりがそうそう。やばかったよ、最後の方にもう、 あのま、黄色いだったんですよ、最初の方に。もう、もうグレー、グ,グレーばっかで。そう、普通に汚かったんですけど。そう、それにして。<ー>で,であの、他にいなかったんですか他のミニオンたち。いやあのい、いなかったんですけど、あのそれが面白いんですよ。ああの全然知らない人が、どのぐらいこのミニオンズに詳しいかっちょっと分かんないですけど、うん、あのはい、はい ゼネシアンヒストがバナナとして来たんですよ。うん、ああ。まあ、あの、それはいわ,いいわゆるあのミニオンズの大好物なんですよね。うんうん、だから、うんうん、その、いろいろこう写真撮ったりとかして、あの僕と同期、なんか食べ,食べるような、こう、わあーっていう、あの、写真撮ったりとか、めっちゃ楽しかったです。へぇー。<ン>バナナ1本 1>, ?1 本ですね。うん バナナ1本にミニオンが2体。そう。まあ、バナナとして、割とでっかい、まあ、まあ、まあ、人間のサイズのバナナなんで、あ<ー>まあ、ミニオンズに。珍しい、まあ珍しくないか。そんなに、あれだもんね。バナナ。いやバ、バナナはまあわかんないけど、<laughs> ミニオンってさあ<ー>そこまで、海外ほど、 人気ないじゃん、うん、日本で。ああ、まあそうか、まあ。まあみんなは知ってるけどっていう。そうそうそう,そう,そう、うん。みんな知ってるだ。まあだからちょうどよかったっていうのもねだからなんかね、下手したら軍団ができるかなって思ったかもしれないけどさ、意外とできない、ね。そうだね。そんなにかぶらないっていう。まあ、そうだね、うん。まあ、その、いいことがかぶっても全然大丈夫なそうそうそう。逆にかぶった方がいいじゃん。そう、なんかもうその群れを <laughs>。 ミニオンズ無礼を。そうだ、だから、あの、で、あの、唯一の、周り日本人ばっかだったんで、あの唯、唯一の、あの、二人の外国人が、あの、しかもでっかい外国人が、あの、ミニオンズだったっていう受けがめっちゃくちゃ良かったし、<ー>あの、そう、もう、めちゃくちゃいい、あの、で、めちゃくちゃいい、あの、イベントだったのと、 あの面白かったのが最後のイベントの最後の種目がバスケだったんですよね。おうおうであのー、僕なぜかもうバスケバスケを聞こえたらもうなんかスイッチ入ってこれだけは勝ちたい勝ちてってなって結構で小学校だからあのー、そのそ普通のこう、うん、バスケの何高さうん が、通常じゃなくて、小学校用だから、割と低いのね。ちょっとって言っても、ってってもめっちゃ低い。<laughs> で、アレクさんの膝ぐらいですかいやいや、踏んだりはさっきとはしないよ。踏んだりとか、<laughs> その、なん <laughs> <何>、ね、<laughs> なめくじぐらいのバスケぐらい <laughs>。何それ <laughs> いやいや、なんかな、どんぐらいかなまあ、僕よりも高い。 けどあのちょっとだけこうなんだろう飛べずにあの輪を触れるぐらいで,で飛んだら余裕にこうダンクできるぐらいの高さだったんでうわそうであのそうなっちゃったらもうスイッチ入っちゃってもう圧勝ですね NBA じゃん圧勝ですいやもう自分でこうあの,あのボールをこうあのバ,バックボードに こう投げて自分でこう受けてこうダンクしたりとかもう。え、だってもう一人のミニオンも同じチームでしょいや、あの違うチームだったんですよ。結構分けてやったんですけど。あ,あさすがに。それは強くなりすぎちゃうから。そう,そうなんですよ。うん。で、そんな二人でさ、パスし合ったら届かないじゃん、誰も。いや、まじで、<ー>あの、う<ー>そう、う<ー>本当にそう、誰もまじでもう飛べなくて。 なんかでかい人他にいなかったんで。<laughs> 期待してダメだよ。<laughs> 期待してダメだよ。身長 <laughs> 期待してはダメだよ。<laughs> うん、そうだな。いやあ、そうなんですよ。まあだから。八 8, メー,トル8メートルでしょ。そ,そう、ちょっとん八メー8ルで友達がメー,メートルでしょ。無理だよ、そんなの。おお<う>。届かない天。天井にちょっと開けた穴をちょっとちょあの、しょうがない、しょうがなかったんですけど。そうなんですよ。あの。 まあ、それで結構気合は入っちゃって、あの、ちょっと、ちょっといろいろダンクしたりしたりしたらすぐ終わっちゃったっていうのがあったんですけど、そうね。ねうんまあ、僕がめっちゃ楽しかったっていうのがあって、で、最後の方、あの、まあ、種目がいっぱいあったんですけど、なんか4つ、5つぐらい、バスケ、縄跳び、あの、6人、6人7脚、えー、 なんだっけあのなん、ドッジビーあの、フリーズビーを使ったドッジボールードッジボールへと<ー>、えー、もう一個あったな、あ、ひ引き綱綱引き。綱引きかあ。いつもなんか、うん、おあれですね。<laughs> あの、綱を、綱を引っ張るやつでしょ。そうそうそう、引っ張るやつあ。引き綱じゃないや。引き綱ってなんか、あれか、あのペットにつ使うやつだか <laughs> うん。あの、綱引っ張るやつね。えー、そうそうそう。で、いやその5つあって、 あのー、で、チームが四つあって、で、あのー、僕のチーム、なんかこの、この、こう、こうだったんですよ。最初の注目、あ四位だった。で、それから二位、2位、1、1って言って、で、もう、もう上しかない。こう、改善すしかないってなって、最後に優勝しました。おめでとうございます。ありがとうございます。 いやーもう頑張りましたね。あの本当に。っていうことは<ー>じゃあアレックスさんのチームが優勝したのであって、そう。そのもう一人のミニオンは優勝できなかったと。できなかったっていう。そうね<ル>違うチームだからね。そう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 。で、あのー、すごいあの残念ながら、あのバスケを最初の,、うん、あの20秒で、その他のミニオンズミニオンがちょっと僕みたいに、うん。 ししててまってあらそうだからちょっとあの戦闘不能になっ,ちゃなってしまう。役立たずのミニオン。<laughs> ちょっと <laughs> 役立たずのミニオン。あの多分でっかいミニオンの子もう力から通常のつ通常ミニオンと同じいや、それ以下でしょ。うん、それ以下でしょ。もう役に立たないでしょ。まあ、まあ、柱だけになって、もう,もうただこう立つしかない。 ガッカリ感すごいよね、たぶんチームメートの。まあ、最初の期待値が高いじゃんそうなんですよ、うん、うわ、これも絶対カテリアンって、うん、アレックスに背高いんでこの人みたいなさ。そうそう。そううん、いやなのにそ,それもあったから、ちょっともう私できませんみたいな。ええーうん、みたいな。もう帰れよって。うもう帰れよって <laughs> いや。そうならないけどね。<laughs> ならないけどね。<laughs> もちろんならないけどね。うん。<laughs> だからまあ、<laughs> 僕もあのなんか、 よりでかい人がいるから、もう少しこうね、自分を頑張れない、もう頑張れないとっていうのもあったんで、みんな、うん、に見腕を見せないといけないっていうのもあったんで、頑張ったんですけど、ね。そうね、それにバスケットボールだからね、はい、アレックスさんね。血が騒ぐよねそ。そう、そう。だから、あのー、もう、なんだろう、ね。張り切って、張り切って,切っって優勝しちゃって、まあその反動で体が痛いと。うん、そう。 まあ、その最初の話に戻ると,戻るとね、うん、そう、筋肉と。でもその、何、バスケットボールが終わってさ、うん、あの、まあ、アレクサンチーム優勝しましたってなって、うんうん、やったーって、雨をなべ飴をなめたんでしょ指についてる。いやいや、急にこう、<い>なんか、ちょっと砂まみれの飴をなめ、ノリノリ、ノリノリで来た。うわぁ。 いやマジで何回もこう、あの、ゆっくりと置いたりとか、これが優勝の味ですかっていう。別に病気になりそうだけどね。<laughs> ねうん、普通に病気になりそうだけど。なんかテン,ションテンション上がりすぎちゃってさ、いやもういいや、舐めちゃえみたいな。うわ、まあ、あのれしいことにあの、チームメイトがそんなことを、そんなとんでもないあの提案はしてこ,こなかったんで、あの、 うもうやべえじゃんみたいなこのミニオンやべえじゃんみたいなそうそうやべえじゃんみたいな,な,ん,かなんか気,が気合気がちょっと入りすぎそう <laughs> <ろ>なの一人もうもう一人もう一人念差して役に立たないけどもう一人のやつもっとやべえじゃんうわってやべえじゃんってこの雨舐めないでしょみたいないやでもミニオンっぽ,ぽくない ちょっとわけわかんないことをやったりとか。そこまでやりきれなかったんですよね。そうだね。甘さ出たね。甘さが。ちょっと甘さが出た。設定の甘さがいや、でもそもそもさ、T シャツとジーンズの時でやる気ないでしょ。いや、結構、あの、ヒーロシャツとそこら辺のジーンズって。いや、あの、後ほどツイッターにも載せるつもりではあるんで見たら。 あの、どのぐらいいいコスチュームなのかをもう見てくださいよ。めちゃくちゃ似合いました。めちゃくちゃ。二人とも。二人とも。もう、あの、ザ・ミニオンズはもうこ、これじゃん、ぐらいの。もう一人いたらよかったんだけどね。ちっちゃいのが。確かに、ちゃんとこう本物のミニオンズそう。あの、うん、なんか、基本三人。 基本3人っていうかな最終的になんか3人ぐらいになるじゃん3人だね人よね4人か5人とかになってさで3人になってさ、うん、増えてみたいなあるじゃんもう1人いたらね<や>ちょうどよかったよねなんかまあなんかあのー、他に参加してくれた人の中でまあお子様を連れてもらった人もいて、あのー、へえ<ー>だからそれはちょうどいい 高さじゃないですか <laughs>。あの、ね、ちょっとなんか、6歳の、7歳のぐらいの子が、もうちょうどいいぐらいのミニオン,ニオンじゃなかったんでしょその子は。いや、アンニア、アンニアだったんですよね。さすがに。あうまそう。2>, 出ました2人のアンニアあったんですよね。うん、いやいやいや。1人がコアンニャア。コアニアで、あの、大人アンニアあって。で、あの、一番可愛かわい可愛かったのは、あの、その、 子連れのあの方が、ああ、の、まスパイファミリーしてるかどうか分かるんですけど、あの犬も出てくるんですよね。ああ、犬が。そう、ボンドっていう、あのでっかい犬が出てくるんですけど、あのボンドとコアニアっていうペアルックだったんですよね。そう、だから、それめちゃくちゃなんか、うん、僕あ、犬じゃなくて、人が犬だったのね。そう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 。人が犬じゃなくて、犬そそうう、人が犬の仮装をしててっていう。 うん、おえ、じゃ犬みたいに歩いてたのたまにね。たまになんか、あの、子供をこう、なんか、あの、背中にこもせて、てさそう、ちょうどよかった。ちゃんとやらないと、そういうのは。ちゃんとやらないと。そういう、ちゃんとやったっていう。うん、犬だったらもうずっと四足で歩かないと。<laughs> なんか、<お>つな引きはどうどうすんだとね。<laughs> もう終わりだ、ね。 うわ、終わりだね。終わりだな。そうだね。いろいろ終わると思うよ。歯とか歯とかいろいろ終わる。そうだね。まあ、あ嬉しいことにそういう事故がなくて。まあそうだね。それでさ、もちろんいろんなコスチュームを見たと思うんですけど、これすごいじゃんっていうのはなかったんですかえっと、の可いいとか可愛くないとかなじゃなくて、本気やんって。 この人本気やんみたいな。ああ、いましたよ。僕のチームに。あのー、<laughs> あの、あるんじゃないですか、こう。なんか、冷房じゃないけど、なんか、あのー、空気を吸い込む機械を使って、ちょっと、はい、あのー、風船っぽい、こう、コスチュームみたいな、あるんじゃないですか。あの、例えば、あのー、恐竜とか、でっかい恐竜のやつとか、あ,あ,あ,あのー、あ<ー>で、あのー、 はあるんですけどあの今回、うん、えとキリンをあの、まあ、乗馬してる騎乗しているやつがあってそのキリン自体がこう空気、うん、空気が入ったらもう空気のたまりみたいなやつで、まあ、風船みたいな感じで,で自分があのその乗ってる状態に見えてでちょうど腰の方になんかそこにも空気入っててなんかちっちゃいこう、うんうん あのなんだろうね、えー、あの足が出てるかような感じだったんですけどそれだけじゃなくて本人もあのキリンのぬいぐるみもてたんですよねだからキリンがキリンを乗ってるみたいな感じになっててめちゃくちゃ面白かったんですよすごいじゃん,んその人それでずっと何バスケットボールとかやってたのなんかたまにあのそのまああのなんだろうねあのだ あ、何だっけあこ、日本語で断ったな。えっと、あれ、あれ、なんか蛇が、あのー、自分の肌を下ろすみたいな、こういうじゃないですか。何でしたっけ脱、脱、脱脱なんそうそう、たまに脱皮してたんですけど、あのー、あ<ー>で、それでバスケやったりとかしてたんですけど、あのーえーで、それを、なんかその死骸を、キリの死骸をこうどっかに置いてやってたんですけど、<ー>たまになんか、あのー、できる時だけは、 ちゃんとしたこうキリン二人で、うん、イベントに <laughs> 参加していただきましたね。うん、それ結構本気ですよ、うん、そうキリンインキリンっていうめっちゃ良かったですね。それ一番気,気合い入ったやつなのかなまあ、うん、来年のいいアイディアですね。じゃあ、アレックスさん。いや、超めんどくさそうですね。次はじゃあ何かに入って。あまあ、 何かがいい。まあ確かに良かったな、うん。ピカチュウの中にピカチュウでいいんじゃないですか。うそう。まあそれが確かに。あいやなんかもう一人が、あの、あのほなんだろう、仮装が、まあ、普通のこう、あの、骸骨みたいなやつだったんですけど、うんうん、それ、その上にもう一つのマスクを。 あの、骸骨のマスクをかぶってて、うん、それなんか何回もこうあの、外したらま,もまた骸骨かっていうあの、ギャグもしたりとかそれ結構好きだったんですよねへえまあいろいろ考えますよねうん,うーんハロウィンってそ,<う>その考える人すごいじゃないですかいやほんとになんかああの、あの、尊敬しますよちゃんとこう、気合い入ってやりそうそうん。 僕全然なんかいつか言いたいんですけどあれじゃん運動会だったからさそうだからもう少し考えないとそう他のパーケとテストの時ってさやばくないやばいですようん確かにもうなんか桁が違う今年一年のさすべてがそこに詰まってるみたいな感じの人いるじゃんあ全然なんか一年とか使ってそうどうしたんみたいなどうしたんみたいなそれいるからねなんかすごいですよねいや本当になんか いつか僕もちょっと気合,入気合を入れてこうちゃんとしたやつ作りたいんですけどちょっとまだこのこういうこれになりたいみたいなあなりきりたいっていうあのはないのでちょっと待ってるだけないのないねなんかキング・ムハーツとかでもなんかなろうと思わないですよねだからちょっと待機中ああ<ー>、うん、まああれはねなろうと思ってなるもんじゃないでしょアレクさんなっちゃうんだから自然とね そう、心を失った瞬間になっちゃうから。そうですよね。ハートレスはもう、あの意思,意思せず、意図的にやるもんじゃないからね。ねなるもんじゃないからね。なので、<う>今年は黄色だったんで、じゃあ次黒でいいじゃん。黒で、ううでもうハートレス、ハートレス,トレスで、ハートレスでも結構 <laughs>。 まあ、今回みたいに、例えば黄色いシャツとジーンズみたいな感じで、<laughs> まあ普通に黒いシャツと黒いてるねみたいな、ね。もう持ってる。で、ちゃんとしたこうあの帽子だけあったら、そういうシリーズいいかもしれないな。なんか<う>めちゃくちゃカジュアルシリーズシリーズを毎,毎年やるっていう。うん、全然ありだね。<laughs> まあそれか、まあ、来年の10月。

キーブレードじゃあ自分をキーブレードにしてそれを持ってるのはキーブレードっていう謎のあ、それいいかもな。そ<う>言われてみるといい。運動しづらいけどね。運動しづらいけどね。いや、絶対にあのなもう3メートルになるんじゃないですか、た、うん。なんか。うん、っていうかもう片腕ひさ塞がってるからさあ。確かにそもそもね。そのバスケットボール普通にできないよね。<laughs> キーブレード持ってるから手に。全部片方で、片手で、うん、手に持ってるから <laughs> そ。そうそうだ、ね、だからつなきとか邪魔だよ。うん、うわ。 何の役にも立たないよ。わあ、でも好きだけどね。やっぱ多分ロッチビーとか<の>多分10秒ぐらいで終わると思うよ。面積がさ、広いから、かすぐ当たると思うよ。一人が、一人があの、チェーンソーマンの,あの主人公やってて、<laughs> <laughs> で,でっかい、ですごいカジュアルな感じだったんですけど、あの普通の、こうあの、カードボードあの <laughs> ダンボールね。ダンボールか。うん、をこう、うん ヘル,ヘルメットとかにあのめちゃくちゃこうあの養生テープで巻きつけてそうやっててでめちゃくちゃ出がったんですよなんかプラス6 0ンチぐらい上だったからすごいねでい、まあ、あの縄跳びやってていやかぶるからって言って縄跳びやったらダメでしょ <laughs> だけどあの結構縄跳び自体があのその,あの何 ヒモグチサイヒモテうカ。あ、ナが長い。縄が結構長かったんで、4メートルまで多分生きたんで、大丈夫だったんですけどね。そういうことね。ちょっと心配ではあったんですね。じゃあ、それに影響を受けるんだったら、じゃあ、アレックスさんは本物のチェーンソーを頭につけて。あけど、危ね危ねえ危ねえ危ねえ危ねとかじゃないけど、勝てないでしょ。危ね危ねう多分バスケットボやルは絶対勝てるよ。 誰も近くにこう近,近寄れないから、アレックスは、ね、危ない危ない危ない。ってずっと発電機が上がってきて。だから最近はね、いいなそうですよね。ハロウィンつってもさコスプレイベントみたいになってるじゃん。うん、そう、そうだね。うん、なんか、いまだに思ってるのは、あの前職の先輩が、 ま、半年ぐらいかけて、あのー、な、何、何のう影響を受けたかちょっと覚えてないんですけど、あの、マス、あの、ネオンを使ったこうマスクを自分で作ってて、で、それを、あの、いろいろこう、ちょっとなんかエンジニア、なんか手導のエンジニアの方、なんかそのソフトウェアとかじゃなくて、そのハードウェアの方もや、やれる、やれる人だったから、 うん、自分でこう回路とかをこうあの作ってて、えー、であのそれでプログラミングもしててあの,、うん、そのマスクであの何だろうねいろいろこうパターンが出るようにああそういうことねそうそうそうんそうでなんか表情とかをこう表,表せるようなこう仕組みを作ってて<ー>であのボタンとかをこうプログラミングしてその好きなこうやつを再生するみたいな感じやってて。 多分それはなんかハロウィンとかのためっていうよりも自分がこう何か作りたいって言ってそれハロウィンを言い訳にあのそれ作ったかもしれないですけどそうねでもそういうなんか気合入ってでなんか自分のこう趣味を全部こうなんだろうねあの混ぜて作る、うん、でなんかいい感じになるっていうのを見て、うん、ああなんかいつかいいかもなっていう うん、なんか壊れたらもうめちゃくちゃ絶望すると思うんですけどね。うん、なんか運動会とかで帰ろうず急にこうバグったりとか。うん、そうね。運動とかで。うん。そうね。まあそれもありながら <laughs>、最終的にアレックスさんは黄色いシャツとジーンズで <laughs>。<laughs> で、<う>1000円のの。そうなんですよ。<み>すよいやー、あの大成功っていうことで。最後なんから雨ですね。 飴をちゃんと舐めきりましただったらもう完璧でしたね。優勝してもう汚くなった飴をもう全部食べましたってもう嬉しかったそれは誰得です誰が誰が達成感。全員損だね。全員損する、ね。達成感。うん、達成感っていうかさ、いる側も損するし、やる側も損するし。だって一瞬のことじゃん。<laughs> もうその表面の誇りだから。 見える同じ誇りをこう常にこう何回も舐めることになっちゃう。そうそうまあ、そうですね。まあ、あ<の>来年、まあ、来年ミニオンをすることがあれば、まあ、それも一つの案としてね、はい、やってみるといいかもしれないですね。すまあ、でもよかったですね。うん,ん 2> 2年。2年越しにちゃんとしたハロウィンっていうかね、ねハロウィンのイベントができて。 そう,そうそうそう、前,前回、なんか全然な、うん、してなかったので、あの今回、そうちゃんとした、満喫した、もうハロウィンではない、まだまだハロウィンではないんですけど、まあ満喫、うね、もう満喫できて、僕は嬉しいですね。そう,そうね。まあ、後ほど多分何か、何かしらの画像を あのー、アップすると思うんですけど、まあ、それを期待して、うん、あしていただけうす、ね。うん、で、実際のハロウィンの日には何もしないんですかああ、まだ決まってないですね、あのー。友達とかなんか渋谷行ってみたいとかい、うん、言う人,人もいるけど、全員が、うん、あの、その、あのー、 国評っていうかね、そのみんながこう、あの、渋谷のハロウィンがとんでもないっていうことはしてるので、もしかしてそれをしないで仮装しながらどっかに飲みに行くとか、でもするかもしれないですけど、ま,まえ,え、また、え、またミニオンで行くんですか、あれ絶対そうですね。他にないでしょ <laughs> まさかこう、そんなにこう、悩,悩んだ <laughs>、悩んだゆえにこう、あの、違うやつを、 探すわけにはいかないですよね。頑張ったからね。ミニオンズをもうなりきるんですよ。今度は。うん。そう。ちゃんとなめ,<ー>めるんで。1週間ですからね。1> そ<う>1週間であ新しいコスチュームっていうのもなかなか考えにくいですよね。うん、考えにくいのとあの、やりたくないですね、そもそも。うんうん、もう。 ミニオンズはもう大好きなんで、もうちょっと愛着がゃっといや、面白いと思ったんですよ。なんか、うん。なんか、そういうもう、なんか訳わかんない、なんだろうね、笑い、笑い、笑いっていうか、うん、ちょっと泣いてるかわかんないけど、<laughs> バカだからいいよね、みたいな、うん。そういうの全然好きだったから、まあ、可愛いいよね。だから、慣れてよかったですね。 そうね。うん、ギリギリでも決ま,って決まったからね。それが一番良かったですよね。<う>悩んでましたからね。ああどうしよう、どうしよう。ずっと、ずっと、ずっと、まあ、アバターとかなれなくて良かったですね。っていう、ずっと、思いながら、あの、バスケをやりました、ね。まあ次ね。いやー。次ね。まあ、ハロウィンというのは毎年起きるものですから。うん。アミニオンだったから、来年アバターとかさ。 あ、まあまそうですね。あのまあかあのい,いつなんか大学の時に一回あの典型的なフランス人っていうのをやったんでもしかしてそれをもう一回やるって <laughs> いう。何で自分からなんで自分から持ってくんのあるわ。<laughs> ね、なんか、なんかよ喜んでくれるのかなと思って <laughs> さん。さんざん、さんざん FR やめてくださいって言っておいてさ。<laughs> なんだかんだで、やっぱり好きじゃん。<laughs> FR の話。ちょっと複雑なあの関係性ですね。うん。うん、でも、絶対に、あのー、持ち込まないでください。いや、だってこ、あの先週末、あれですよ、パワースピーキングの時にいじられてましたよ、アレックさん。いなかったですけど。えそう、なんで <laughs> えまあフランス語も, <laughs> もうそうですよねみたいな <laughs> そうね,アレックスはねみたいなあの <laughs> あ<ー>話には出てましたから。なんでフランス語の話 <laughs>、まあ、聞いてる人にとってはね <laughs> まあ聞いてる人にとってはもうアレックスさんイコール FR みたいなイメージあるので、典型的にフランス人とかじゃなくてアレックスさんがっていう。が FR っていう。のの可能性の可能能性性ですねあ FR って言語そのものですか まあその言語に関わる人々だったりとか、うん。そういうことね。そういうことね。そ,<う>そこにまつわるすべてですね。ああ、嬉しくはないですね。そうですね。<laughs> で多分、多分、そのフランスの人もそんなに嬉しくないと。<laughs> いや、絶対に、あの、多分、あの、調査者の中でフランス人全部抜けてると思うんですよね。れ聞いた結構さ、あの、そのフランス人とその、 フレンチカナダのところでさ、あ,<ー>あるじゃん。ちょっとバチバチ感っていうかさ、ね、全然ありますね。あ,あるじゃん。そうなのよ。ね、アメリカ人とイギリス人みたいなさ、それぐらいのバチバチ感あるじゃん。うん。うん。なんだかんだで結構フランス人がさ、言ってるじゃん。そうですよね。うん。いや、やつらは、やつらは、みたいな感じで言ってるじゃん。うん。面白いよね、結局さ。うん。 その争い無意味な争いじゃんいや本当にそうなんですよだと思いますけどしかもさどっちが上とか下とかないじゃん別にあ全然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 ないけど<お>そういうのを出そうとしてくる人がね一部いるからめちゃくちゃいますねそうですよ面白いよねまあそれがさ<の>別にこの言語の特有の現象とかじゃなくてさ、うん、結構そのいろんな国で話されてるうん 言語でもそうだし、日本語みたいなのでもそうじゃん。日本語の場合はさ、全然関西弁とか。そうそう、それであるじゃん。英語のさ、標準語、標準語話してるからどうみたいな、なんかあるじゃん。英語でもなんかそのイギリスアクセントとか一番セクシーみたいな、なんかいろいろこう、いっぱいあるんじゃないですか、英語。でもカナダ評判いいですよ。カナダ評判はいいと思うんですけど、カナダ評判いいって言ってる人たちがさ、 実はカナダとアメリカの違いそんな分かってない,てい、うん。分かんない。そうただ、カナダっていう印象がなんか優しいとか。言いたいだけ。そそいいそうそうそうみんな言ってるからそれ真似してるだけだと思うんだけど。そそそそう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 ,そう,そうまあ、カナダ人として聞いたら、まあ、まあ、嬉しい。そうん、なんとなくね。いやちなみに。普通に言われるじゃん。カナダ人の人たちがさ、あの カナダ外のところで普通にアメリカ人ですかみたいな。そう。全然。あ、違う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 。違う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 。違い違う違う違います違う違うます違う違い違違ちょっと待ってください。その流れは結構あるじゃん。うん、全然。似てるからね。全然そう。あんま変わんないからね。ただ気持ちの問題っていう。その、ピンポイントで拾っていかないとさ、なかなか難しいよね。そうそう。実際。 で、全然カナダマントとか全然あるんで。そうそうそう。カナダマだから本当はね、みたいな。で、だってオンタリオなんてさ、つながってるじゃん。アメリカに、もう。あ、まあ、そう、まあ、陸で、陸でつながってるじゃん。ウィンザーじゃん。オンタリオだけじゃないけどね。そうそう。もうだから、普通にもうさ、行き来できるじゃん。そうだね。完全に、毎日行いからね。そうだね。離れてないからね。そう 違う国だけどさ、うん、まああの特にこう体に近いあの州が結構似てると思うしねなんか離れたらもう少しこう,う多分変わるかもしれないですけどすごいよねどっちも見たけどさ、うん、アメリカの北と南の国境の違い全然違うじゃん。 見える景色が全く違うんだけど。え,え,え,え、どことどこ,どこそのアメリカの北の国境と南の国境。うんはい、ああ、そ,<の>そうですね。はいはいはい、はい。メキシコとの国境もめちゃめちゃ全然違いますね。うん、え、警備すごいねっていうレベルなのに、そ<う>カナダとの国境なんて、え、何すかこれみたいな。もうなんかアメリカ人がアメリカに他の州に行くぐらいの,こうあの軽,軽さっていう、うあのまあ、メキシコの方と比べたら。 うん、普通のなんか高速道路の入り口みたいなさ<う>ゲートじゃんってただのそうそう,そう壁はみたいな壁はみたいな <laughs> 壁はないですねないですね、うん、みたいな頑張ればもういいのみたいなそうそうだからすごいよねうんだからもう変わんないんですけどあの、うん、ちなみに今あの調べたんですけど気になったからあの今聞いてるあのまあ統計とかあるんじゃないですかポッドキャストのあるね で、あの気、気になってて、フランスのリスナーで何パっていうのをちょっと気になってて、うん、今調べたんですけど、うんうん、何パだと思います ?2、うん。2ですか、うん、近いですね。あの、1ですね。いや、それはもうアレックさんのせいだよ。完全にアレックさんのせいだあ。前は2だったかもしれないですね。あ前は2だったかもしれないですけど、あのもう1になりましたね。 だって本来フランスの人たちってさ、結構日本語勉強してたりするんですよ。あ結構あると思うんですよ。うん、でも、1って 1>、まあ。申し訳ないですね。まあ、ってあの、で、他になんだろう。まあ、アメリカは一番上ですね、やっぱり。うん、でカナダも上の方ですね。いや母国だからそれ応援するでしょ、逆に。って言っても、って言っても3派だけどね。あらら。<laughs> いやだからディスるからだよ、アレックスさんが。えー、いや、いつディス、いや、<の>カナダは絶対ディスるからだよいや。ディスったことないから、ディスったことない。友達だから,からだよ、うんおル。ルーマニア全然、あいや、なんか数わかんないけど、一応、あの、1%に近いですよ。嬉しそこら辺でもさ、誤差だよね。1%のあたりって。そう、そう、あんまりかんない。結構適当じゃないその、うん、?YouTube も結構適当だしさ。 なんかその大きいところはある程度わかるけど、うん、小さいところって結構なんか、うん、本当みたいなそうですよねちょっと分かんない、うん、え急にそ<う>あの統計の方にあのなんか押したらあの前はなんか国で国あのなんだろうねあのグルーピングされたんですけど急にあの惑星で <laughs> 変わったんですけどなんか 地球、ね、地球、ね、そう、ね、何これえーましたね、ちょっと、ちょっと、まあ、関係ない話なんですけど。うん、そうね、はい、まあ、ちょっとじゃあ、アレックスさん、これからに、ね、力を入れてくださいよ。フランスとルーマニアとカナダに関しては、もう少し力を入れて。ちょっと FR ちょっとやめていただいて。 でもいいですかね今日やってないからね。<laughs> 私から何にもやってないか、ね、ちょっとなんで急に FR の話をしたとわか,かんないですけど <laughs> のあの、ちょっとやめてもらっていいですかね。<laughs> 典型的なフランス人の格好をしたことありますって言ってきたから、あちょっと泣いてるかわかんないですね。ねまた, FR たと泣いてるか分かないですね。逆に今度はさ、こっちがそういう立場でね。あ、また FR ですか、アレックスさんみたいな。あ、またですか <laughs> みたいな。 逆にこっちがもを言う立場逆転してますね。いい展開ですね。いい展開ですね。どうなんだろうね。次また逆になるかもしれないですけどね。まあ絶対そうなると思うんで。わかんないですけどね。最近、最近だからあえてというか、まあ狙いはあるんですよね。てきた飽きてきた飽きてきた FR ネタに飽きてきたので私。まあ FR イジに飽きてきたので全で。まあ多分言えるとこ。 言葉も全部言えたと思うんで、これから思われるもっとある、もっとある、もっとある。あただ、あ、ほですか。じゃあ、ちょっと、もう、要所要所でさ。もう、要所要所で出てくるから。ちょっと、じゃあ、今度、ちょっと腕見せていただいて。うん。ダメだよ。本当に、そしたらもう、あとフランス人ゼロになっちゃう。いきなり FR ですね。いや、だってフランス語だってさ、使えたら便利ですよ、アレックスさん。 わかるんですよ。いや、バカにしないから。それ、いやいや、そかさ。寝てましたとかさ、フランス語の授業の時寝てました私とか言うけどさ。いや、行ったことないからね。実際語日本語より役に立つよ。フランス語日本でいや、日本では役に立たないけど。日本では役に立たないですけど。世界で、 役に立つといやううあの、あの、特にあのゲーム業界、フランス人、めちゃくちゃ多いんであの、絶対役に立つと思うんですけど。<laughs> あ、そうなのめっちゃ多い、めちゃくちゃ多い、そう。へえ<ー>。だから、絶対役に立つと思うんですけど、ちょっと、あのまだあの、やろうと思ってないですね。まあやらなくていいからね、荒木さん。話せるから、もうできるから。 そうですね。そういうレベルでしょそういうレベルでしょアレックスさんってまあいいよ。よかったですけど。もうですね普通に生活できるレベルでしょそうですね。だから、あの僕未知で見かけられたら、見かけたら、もうぜひ、フランス語、ロシア語、何でもいいんで、話の話。えもうだから次、ああ、じゃあいいじゃん。来年のさ、ハロウィンのさ、あの風船でさ、うん馬の風船を作ってさ、白い馬の。 ナポレオン、フードイケバいああ、やっぱクーカー。ナポレオン、ネポリア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 ン、ネポリタン、ネポリタン。パスタ、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 ネポリタン、イタリア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 ン、ジャド、パスタです。あれかあの えー、ケチャップ入ってるやつでしたっけそうそうそう。<laughs> とんでもない。僕もとんでもないと思ってるぐらい。ただ、なんかこの間 YouTube かなんかでそのイタリア人がナポリタンを食べてみたみたいな見たんですけど、もう<ー>その YouTube のイタリア人は別になんかあよくないみたいな。えぇ<の>。最初はあれだよ。ああ、うん、みたいなケチャップみたいなやったんけど。食べたらあーあーみたいな。 ああ、あるなるほどね。あ,あ許すか、そうそう許容範囲かそうそう、そんな感じ。ね、結局だからさ、あれよ、カリフォルニアロールみたいなもんよ。あまあそうですよ。なんか食べてみたら、まあまあまあ、こんなもんかっていう、まあ悪くないっていうう思うんですけど、その、お寿司の概念とちょっと外れてる感じっていう。そう。ね、クリームチーズとかさ、ダメだよ。ああ、そうだね。それじゃ、ダメだよ、そういうことしちゃ。いや、でも、うまいよ。うまいよ、うん。そう、アボカドとかさ、クリームチーズとか、だからそういうんじゃないんだよ。 あれなんだよ。あの、いつもマンゴーが入ってる、入ってるお寿司めっちゃ好きだったんですよね。めっちゃうまいよ。そりゃ。だからさ、それをもう許容してるんだ,だから、イタリア人っていうのはさ、うんうん、ものすごく心の広い人々なんだよ、きっと。まあそうですね。あの、まあ、トロピカルピザとかも許してるので。そうそう。そうで,すね、で、その、あの、シカゴのピザとかさ、分厚いじゃん。うん あそ,うそうそうそう、もう,もうパイじゃん。でもイタリアのさ、うん、イタリアのピザとかって薄いじゃんね。うん、そうですね。うん、であんなにいろいろ載せないじゃん。うん、そうですね。そう。でもそこでさ、もうピザっていうものをさ、もうめちゃくちゃにされてるし、うん、そのエスプレッソとかさ、あの辺も結構めちゃくちゃにされてるじゃん。あ、そうだね。そうだね。た確かに。イタリア人って本当にさ、スターバックス嫌がるよね。<laughs> まあ、めちゃめちゃ嫌がるよね。 あ、そうなのそれ聞いたこと、その、ね、イタリア人の友達いないんでわかんないですけど、そうなの,あの普通に嫌がります。えー、なんか、スターバックスとか、あの、甘いコーヒーみたいな。あ、はいはいはい。うん、なんで甘いコーヒーいんだろーえぇー。でもイタリアからスターバックスとか撤退してるじゃん。あ、そうなんだ。無理だったみたいな。<laughs> いや、そうだろうねって。えー、その観光地にもあるにもかかわらず、うん。えっ だからその観光客もイタリアに行って、わざわざスターバックス飲まないよねっていう。<laughs> なるほどね。で、結果、イタリアの、のイタリアの、その本気のイタリアのコーヒーを飲んで、あこれでいいじゃんみたいな。うん、そうなんだ。<laughs> ただ、だから、日本のスターバックスはまた違うじゃん。なんか、ほぼ毎月新しい何かがあるじゃん。フラッ、フラッペはね、フラッペチーの塊がさ、あるじゃん。そう,そう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 。それはちょっと、今なんか紫、紫崎、紫色のなんかあるじゃん。 あるのかなちょっと全然わかんないんですけど。あのね、なんかハロウィンの特別なやつで。ああ、かぼちゃとかじゃないんだ。紫。紫なんか紫のソースが紫の液体にかけられ、全然おいしそうじゃないよね。本当はおいしそうよ今の説明、ちょっと減ったくそすぎてわかんないですけど。はおいしそうなんだよ。本当はおいしそうなんだけど。そうなんだ。紫が多いっていう。なんか 見た目がすごい、すごい、あの、ですね。まあ、大体、あの、紫じゃんって。まあ、絶対、見た目がちゃんとしてるのは、もう決まってると思うんで。いや、それはそうで、アレックさん、のアレックさん、の飴じゃないんだから。誇りとかないから。これ、まあ、それはそうらそれはそうで、誇りがある前全然ではないですね。なんで、それを。 保証する理由はことないんですけどやまあね<ー>そうまああのだからもうなんかどんどんさ、うん、進化するんですよ、うん、まあハロウィンもね日本のハロウィンまあでも世界中でそうですけどなんかハロウィンとコスプレイベントがさ合体してきてるじゃん、うん、最近そう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 確かに、うん、日本だと特に うん、そうです。まあ、ハロウィンのこうそもそもハロウィンをさ、理解してないじゃん。うん、そうですね。まあ、その、海外のこう、トリッアンド感動ートリッドの、こう、あれとか、ね、<laughs> お菓子食べる日でしょ、うん、みたいなさ。そうそう,そう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 。その程度の認識じゃん。うん、そうですね。日本って。イースターもさ、あ、ウサギのなんか食べるんでしょ、みたいな。そうそうそう。<laughs> 感謝祭とかもね <laughs>、うん、あの、ケンタッキーじゃんっていう。感謝祭はない。感謝祭はないですね。 あ感謝祭はいや、感謝祭とクリスマスの感じが混ざって、お<ー>なんかアメリカ人で11月とか12月あたりにこうね食べるよね、みたいな。ああ、なるほどね。はいはい、で、ああ、そう、ケンタッキーじゃねみたいな。ああ、そうですよ。最初のね、みたいな。なごやね、のみたいな。マーケティングのあれだったんだ、ね、いや、そもそも七面鳥とかさ、うん、そこらへん歩いてないし。見たことないですね。 まあ、あの、体でそんなに見たことないですけどね。もうそ,のうん、そうだね。ルーマニア全然あるんですけどね。うんうんうん、あ、そうなの普通にこう、あの、道歩いてて、ああ、いた食べるの、アレックスさんじゃあ。捕まえてその。その場で殺して食べるわけないでしょ。道歩いてる。モンスターハンターみたいに。自分でケンタキューは作らないから、あ大丈夫ですよ。ケンタキーじゃない。普通に焼くだけでしょ。あげない。 そうは,は,は,はねまるごと。はねそうそうま,まるごとだね。はごたええぐそ。はごたえ絶対に嫌、うん、ですね、うん。いや、そんな野生,野生の動物の生活は送ってないので、<laughs> まだ、あのー、そうですね。あの動物はもう俺,俺のこう、力から、全然。 感じなんですけどそうね、はい、ただ良かったですね、うん、だんだんとこうなんていうか普通の時のイベントができるようになってきてそう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 そ,うそこが予約できてあちょっともう少し上できてきで嬉しいのでそうね本当にだから<ー>東京だからね次から次へと、ね、イベントが始まってしまえば ねうん、次はこれ、次はこれってどんどん出てくるじゃないですか。そう,そう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 。まあ、あの、それ、まあ毎、毎週やっちゃったらちょっと疲れるかもしれないですけど、まあ、できる限り。今だったらね、うん、秋祭りとかいろいろあるんでね。そう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 。うん、うんだからまあ、これからもかいろいろ共有したい。ですけど、うん、そうまあ、次何かあったら、ちょっともう一回共有させてもらうかもしれないですけど。うん そうね、まあクリスマス前にもたなんかあるでしょ。そうだよね、そうだよね。うん、まあクリスマスはもう、ケンタッキーで、決定なので、アレックスさん。え、もちろん、それぞれ。やったことないんで。うん、もう今からして、とようやくや n ないとケンタッキーとクリスマスケーキという謎のコンセプトの食べ物を <laughs>、うんうん、うわやー、やだなー。それやだな、ちょっと、やめようかなやっぱダメか <laughs> いやほんとね別にクリスマスケーキ食べないもんね <laughs> 聞いたことない <laughs> <laughs> 何それ <laughs> その普通に聞いてくる人がいて、うん、えっクリスマスにケーキ食べないんですかみたいなえ、うん食べないんじゃないえっ<て>え日本人そうそう日本人が普通にそのあの そもそもそのクリスマスにケーキを食べるっていう文化自体が外からもたらされたものだと思ってる人が外に行った時にそういうことね食べないのみたいな歯みたいなうわまああの本当わかんないですよねまあそうだねまあそれはもう周りにこうわかんないわかんない本当わかんない本当わかんないと思うそれはそうそれはまああのいやだってさあるじゃん なんか、そう、イメー勝手なイメージみたいなのがさ、植え付けられてればやるじゃん。そうそう、全然全然。ああ、まあ、アレクさんカナダ人だからさ、ぜ、ぜ、何でもかんでもメプルシロップなんしょうみたいな。そう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 。まあ、それなんか、寝ててる人は全然いるけど、全然もう、それが本当だと思って絶対いると思うんで。うん。飲むんでしょ、みたいな。いや、飲まないよ。あ、そうだね。毎朝、ちょっと飲んでるけどそれはさ、冗談だよっていうさ。まあ、クリスマスケーキは冗談でも何でもないんだけどね。 勝手なイメージだからね。完全にマーケティングのさ、戦略だからね。そう。うまくいってるね、そこは。まあ、だからそれに乗ってください、今年はアレックスさん。まあ、乗っちゃうけどね。ふざけてさ、もう、いいじゃん結構言っちゃうよ。なんか、毎日飲んでるのって、そうなんかショットぐらいは、毎朝、朝、真顔で言うんですけど、で、結構信じてクリスマスもさ、普通になんか、あの、クリスマスバーレルみたいなの買ってさ、 ケンタッキー,で,ーで、どっかでクリスマスケーキ買ってきてさ。うん、あ、皆さん、これがクリスマスですみたいな。<laughs> ちゃんと僕の文化を本物,本,物本物、そう本物のクリスマスはこれです、ねで。みんなが、待、まままま、って、みもう俺は知ってるクリスマスじゃんってなっちゃう。もうそれでさ、ツイッターでさ、<お>もう全力で叩かれて,て。<laughs> 違うみたいな。違う違うみたいな。それクリスマスじゃないからみたいな。え何を勘違いしてるかわかんないけどみたいな。もうさめちゃめちゃ長文でさあの叩きのめされてあのツイッターのために。叩かたいな叩かれたいな。いるじゃんたまに明らかに冗談のツイートにさもうマジのあの変身する人。そう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 。これネタじゃんってさ別に真剣に反論しなくてもいいじゃんっていうのいるじゃんたまに。 うんまあそういう多分大体こうそそのマジレスを狙いにあの回答する人いるけどそうだねついてもさだって明らかにこれふざけてるじゃんわざと間違えてるんだよこれって違う違うそういうことじゃないまあ遠くからこの人って遠くから見て面白いなと毎回思うそうそうなんかえこれってそうなんですかみたいなさ質問をさわざとする人いるじゃんうんえそうで知らなかったのみたいないやから それをしてほしいんだよ、この人は。それをやって、じゃあ、アレックスさん。あ、わかりました。ちょっと、周りをできるだけ混乱させようと思う。アレックス、アレックスバーサス、アレックスバーサスツイッターやってください。新しいですね。新しいですね。アレックスバーサスツイッター。なんか聞いたことある日々ですけど、はい。やってみます。アレックスバーサスツイッターを。 頑張ります。難しいですけど、うん、ツイッターの闇と戦ってください。ちょっと、うん、怖いんですけど、あの、まあちょびっとね、あの、入っちゃって、ちょっと味わいを、味は終わってもいいかと思うんで。ただ、うんうん、そのクリスマスケーキ自体は別に普通のケーキと全く一緒。ですね。そうですね。味変わんない。うん、味変わんない。うん、まあそれはあの気持ちの問題なんで、あの、そう、クリスマス気分をね、 味わえるかどうかっていう話なので。それで全部美味しくなるっていうことなんで、ね。うんまあ、最終的にメープルシロップかけて食べればいいんじゃないですか。まあそこが本当のクリスマスの、うん、いう <laughs>、あの、習慣なんで。やってない人はちょっと,ょっと <laughs> 飲む。飲むぐらいの勢いで。そう,そう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 、なんか、あの真ん中にこうちょっとね、くぼみを作って、それでめちゃくちゃ、うんうん、一つのボトルぐらい入れ込んだら、まあ、ね、いいクリスマスになるかと思うんで。 ちょっとみんなやってみてください。そうね。でもよかったですね。本当になんか10月からこうね。うん。もっと楽しくなってきたようで。そうなんですよ。まあこれからなんで、あのー、そうね。夜はもう少しこう。うん。ね。話ことがこれからあるんで。ちょっとこれが日本、これが日本っていうね。うん。まあもう少しこう、風景が、周りの風景が変わりつつあるんですけど、あのー。そうですね。なので私はこれからのね、うん うん、サムアット、JP のね、ああ活躍を。はい、FR の前にね、JP の方の活躍を私。ああ、まあ,まあ,まあする前にはい、お願いします。うん